存在になった。やばいね、うわすごいビジュアルだ、みんな久しぶりです。あ、じゃあちょっとこちらの方詰めていただいて、はい、じゃあご挨拶からお願いします。はい、せーの、ロギザスアイナイです、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ ANI の皆さん、まずはセンターのカメラにポーズからお願いできますか。いや皆さん忙しいね。いやありがたいことにたくさん活動させていただいてます。はい、SNS 見てるからね。ありがとうございます。本当にすごいです。新曲も出たばっかりですよね。そうですね、マッチアップっていうセカンドアルバムが、あ、新曲ワットエバーっていうアニメの主題歌になっている楽曲が、はい、最近リリースされました。4月3日に、はいはい、リリースになったばかり。初のテレビアニメの主題歌。そうですね、はい、ということになりますけれども、今日は初めて行われるこの ASEA という授賞式ですけれども、どんなステージをかましてくださる予定なんでしょうか。もちろん今日だけの特別なパフォーマンスをご用意しております。期待していい？もちろんです、期待してください。はい、ということですね。なんか今年こんなこと挑戦してみたいっていうのは ANI 的には何かあるんですか。まあ、いろいろもやってると思いますけど。そうです、2月に初めて単独でドーム公演をさせていただいたんですけれども、ありがとうございます。今年もまた大きい会場でライブを作り上げられたら嬉しいなっていうのはすごくメンバー全員で考えております。ね、大きい会場が2個3個4個ね。頑張りますね、期待しております。さあ今日は生中継でこのレッドカーペットを、ご覧になっている方多いので、中継ご覧の皆さんにも一言メッセージをお願いできますか。はい、中継ご覧の皆さんこんにちは、アイナイです。今回は、このような授賞式に参加できたことを本当に光栄に思います。中継画面越しではありますが、ぜひ、授賞式楽しんでいってください。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。最後にこれ台本に書いてあるんだけど一応聞いていいですか。はい、世界中のファンを虜にする団体ポーズを披露してくださいって、これおじさんの気持ちじゃないからね。書いてあるんだけどこれできる団体ポーズ。はい、団体ポーズ、世界のファンの心を虜にする団体ポーズっていう。じゃあそれぞれ思いのままちょっといいですか、してみたいと思います。じゃあすいません、最後にお願いします。いきます、せーの、これだ。今虜中です。ありがとうございます。すいません、無理なお願いしましたけれども。はい、ステージ楽しみにしてます。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあこちらの方で、はい、続いてお邪魔します。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ続いて